もしもーし。何よこの声。全然起きないぜこの人。ねえ起きて。起きなさーい。あたし。あ、起きた。大丈夫お姉ちゃん。あなたたちは誰？あのね、私ラッカ、5歳になったばっかりなの。どっからどう見ても5歳でしょ。誰が何と言ったって5歳なんだから。俺はノク、こないだ7歳の誕生日だったんだ。どこからどう見ても7歳だぜ。クレームは受け付けないほどに7歳なんだぜ。そんな念押さなくても分かったから。よかった。もう起きないかと思っちゃった。うちの馬小屋の軒下で倒れてたんだ。うん、それをラッカが見つけて、エルマーが部屋まで運んだんだ。あ、エルマーはパパのことね。パパって言っても、ラッカのパパであって、俺のパパじゃないからな。あなたたちは兄弟じゃないの。バカ、そんなんじゃねえよ。ノクはね、遠い親戚の子なんだってパパが言ってた。こんなやつが妹なわけがないだろ。なんでそんなこと言うのよ。ラッカ、ノクの妹がいい。バカ、そんなのまっぴらごめんだね。間違っても俺のこと兄ちゃんだなんて呼ぶなよ。なんでよ。とにかく目を覚ましてよかった。エルマを呼んでくるよ。はっ、ラッカも行く。旅の途中で疲れ果て、通りかかった農家の馬小屋で休息していた私は、いつの間にか気を失っていた。助けてくれたのは、エルマーという農夫と彼の娘ラッカ。両親を亡くし、遠い親戚であるエルマーに引き取られたノク。三人の家族だった。いや、目を覚ましてよかった。見たところ君は真雪の吸血鬼のようだけど、クランはどうしたのかな。もしかして抜け出してきたとか。いえ、私はその、まあ詮索するつもりはない。誰にだって事情はある。何もない家だけど気が済むまでいていい。大したもてなしはできないけどね。いえ、すぐに出ていきます。ダメよ、あなたは倒れていたのよ。治るまではどこにも行っちゃダメ。私がお世話するんだから。何言ってんだ。お前は5歳なんだからお世話なんかできるわけないだろ。俺がお世話してやるよ。ダメ、お世話はラッカがするの。俺がお世話するんだって。おい、泣くなよ。悪かった、泣きやんでくれ。子供たちは君のことが気に入ったみたいだ。私も仕事が忙しくてこの子たちにあまり構ってやれず、寂しい思いをさせていたのかもしれない。君さえよかったらしばらくうちにいてくれないかな。でも別にいいんじゃない。急ぎの旅でもないんだしさ。それに長く一人でいるせいであんな幻覚を見るのかもしれない。あんたの真雪にとっても誰かと一緒にいることは悪いことじゃないと思うけどね。誰かと一緒に。永遠に続く旅の途中で、小さな家族と出会った。つつましく暮らすその家族と